ダイヤ精機株式会社はものづくりの町東京都大田区にある従業員35名の小さな町工場です。同社の2代目諏訪孝子社長は大手自動車部品メーカーで勤務した後、創業者である父の死去に伴って32歳で社長に就任し、同社の経営難を立て直してきました。日本の町工場の事業承継の成功例としてウーマンオブザイヤーの大賞に輝くなど話題の人物です。 VTR 前半では孝子社長誕生のエピソード、その決断の背景に迫ります。当社はですね、自動車メーカーさんですとか部品メーカーさんにゲージと呼ばれる測定具というものを設計製作したり、はい、あとはですね、時効具と呼ばれるライン生産で必要なものを製作したりしています。自動車部品の本当一つの部品とってもですね、日本の部品というのはすごく精度が高く作られてまして、一つの穴でもですね、数十ミクロンの精度で作られてなきゃいけないんですね。その穴が数十ミクロンの精度が保たれているのかどうか、それを測定するための道具というものを当社で作っています。ものすごい話を伺うだけでニッチな部分に。そうなんです。だからすごく難しいんで、私カモナスに例えたんですけど、カモナス京都で高級なカモナスあるじゃないですか、はい、あれデパーって箱で売ってますよね、であれも箱で売られてるのに大きさに規格があるんです。でその規格が例えば直径10センチから12センチだとすると、はい、農家さんどうされてるのかっていうと、はい、収穫の時に、実は直径10センチと直径12センチの鉄の輪っか、はい、これをくっつけたものを持ってるんですよ。でそれで判定しながら OK か NG か判定してるんですね。これが簡単に言うとゲージ。なるほど。でこれを自動車部品用に1ミクロン単位で作ってると。就職先は大手自動車部品メーカーさんだったんですけど、ちょうどですね、実は私丸の内でランチできる OL になりたいと思ってたんですよ、大学の時は。ちょうどバブル絶頂期だったの で女性らしく生きたいと、やっぱり男として育てられてきたっていう経緯がありますので、2代目として、なので女性らしくって思ってたところが、バブルが一気に崩壊して就職難になってしまって、父に何かいい仕事ないって言ったら、一部上場メーカーの部品メーカーさんで秘書の仕事があるって言われて、でそこ男性ばかり200名の職場だったんですけども、そこで女性初のエンジニア採用だと言われて。秘書じゃなかったんですか？騙されたんですね。とにかく2代目修行だということで2年間頑張れと。お父さんの策略だったわけですか？そうですね。なるほど。2年間そこで、浅く広くなんですけれども、それこそ機械回すところから生産管理、品質管理、設計と、ありとあらゆることをですね。そしてその2年経った後、結婚出産して、やはり、専業主婦に憧れてたんですけど、やってみたら3日で飽きてしまったので、父に手伝ってほしいと、でいいですよと入ってですね、でただですね、やはり、分析を私行ったんですけども、その結果やっぱり売上に対しての明らかに人数超過であるということが分かったので、リストラを提出して、父も最初分かった分かったって言われてたんですけども、リストラを言い渡す日、朝私がここに呼ばれてですね、お前明日から来なくていいからという形で、私だけリストラをされたと。逆に社員さんは一人もリストラされなかったと。されずに。だから、あの時はなんでこんな分析結果がちゃんと出てるのにっていうことで、全く意味が分からなかったんですけれども、ただ社長の言うことなのでしょうがないということで、分かりましたと引き下がって、でも親子なので、また1、2年して、また手伝ってほしいと言われて。本当に辞めちゃってるんですね。そう、本当に辞めてるので。で、1、2年してまた手伝ってほしいと、って言われて復帰して、でも分析何回やっても同じなんですよ、だから次は早かったですよね。
またお前来なくていいから。え、また同じように分析してリストラをまた再提案して、はい、そうです同じように却下されて逆にリストラされちゃう、はい、2回、はい、2回ですね。2回クビになってますね。本当にだからの当時は、はい、父の気持ちは全く分からなかったんですけど、今になると、うん、やっぱり父の気持ちというのは非常によく分かりますね。今なるとどういうふうに逆にそのお父さんの気持ちを分析できるんですか。やはり雇用責任というものもあったでしょうし、リストラをするんであれば身内からという思い